胞子が飛んでるね。はい、よろしく。オッケー。マスク装着ね。そうそう、ちょっと戻ったね。何秒か戻っちゃった。よし、行くぞ。そう、エリーはマスクなんでつけるんだろう。まあつけるに越したことがないんだけど、このエリーはあれだよね、体に耐性持ってるからマスクつけなくても大丈夫なはずなんだけどね。よし、行くぞ。取り忘れはないね。さあ、いよいよこの先に胞子が飛んでるっていうから、いよいよやたらゾンビがうじょ。分かってる。その顔をザメになるのは嫌だからね。うわ、優しい。やべ、うまく聞き取れなかった。胞子飛ぶほどずっとここにいたんだ。感染進んでるやつに気をつけて。そういうことよね。聞き耳。ここもスーパーの一部？そうね、スーパーの上じゃない。ねえ、一階に降りようか。はいはい、何個か集めて1個が完成するよってことだね。まあそれは前作で一緒。懐中電灯つけてて大丈夫？ちょっと味方の人。さあ、ちょっと慎重に行きたいな。まあまだ出てこないだろうけどね。まだこの時点じゃ大丈夫でしょう。どこ行くんだろう。さて、ここは OK でしょう。ほんで、あれ、ここから入ってきたんでしょ。あれ、行く場所あったっけ。行く場所あった。え、え、行く場所ないじゃん。ここはこれでおしまいでしょ。あれ、どこ行ける。あ、ここか。いや、怖いから消しとこう。わ、この塵みたいな表現もすごいね。表現すごいんだけど、ちょっと待ってよ。ここ開くな。扉ここまず開くな。なんだろう、アイテム部屋。アイテム部屋っぽいね。アイテム部屋だ。金庫。え、ちょっと待って、こんなの全然紙がないから分かんないぞ。これか、これがヒント。金庫、暗証番号はうちのワンちゃんが取った日付。あんたの、え？ん？これだけじゃわかんないの。あ、ワンちゃん？これ？この犬？他になんかヒントないの？え、何？ワンちゃんが賞を取った日付？日にち？ここで見える日にち、拡大できないよね。日にち、賞を取った日にち。あ、え、そんなのがあんの、どっかに。ヒントある？え、賞を取った日にち。ちょっと待って、もう一回見てみよう。愛犬の暗証番号、優秀社員賞を取った日にち。うちのワンちゃんが優秀、売っ払ったり他のやつらにやったりしないでよ。え、裏返しも何もないんでしょ。日にちって何？この部屋だけじゃ分かんないのかな。他の部屋行かないと分かんない。日にち、
何もない え、あんま遠くまで行ってまた戻ってくるの嫌だが、ここら辺でその日にちが分かりたい。あ、これか？あ、違う。27個、強化27個じゃ強化できないじゃんね。全然ね、まだ。あ、こういうのも強化できるってことか。工作速度、接近武器強化。あ、これやっとこう。解除されたぞ、なんか。何が解除されたんだ。よくわからん。まあ、いいか。ほんで、ロッカーはもうない。ここはもうない。え、何あの金庫の番号。すげえ気になる。この部屋は終わり？日にちのヒントなんて分かんないよな。だって何月何日ってことでしょう。賞を取った日。なんかこの辺になんかヒントあんのかな。まあ、全然分からん。ちょっと行くか。ここは行き止まり。ここも全部見た。ほんでこっち側にさらに行ける。危ねえ、危ねえ、やばい。あ、落ちた。いや、金庫はいかん。やばい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 。あぶね。ちょっと待って待って待って。ナイフ、忍びよりクリックか。うん、分かった。分かったけど。音が立てない。瓶があるね。え？何体いるの？ 1 体、2体、2体ってことでしょ？でも。あ、ちょっと待って、金庫の場所もう戻れないのかな？あの金庫が分かんなかった。2体、2体じゃないな。あ、2体か。やべえ、声が超リアルになってる。なんかないアイテム。ないね。こっち側に来るのかな。あ、向こう行っちゃった。今のあれかな。うわ、ちょっと待った。あれ、今うまくできなかったな。ちょ、もう一回やろう。ライトは消す。なんで今の失敗したんだろう。これ向こうサイドに行くから。してるスキル。オッケー、これでいいね。さっきもこれやったつもりだったんだけど。で、ここアイテムがなかったでしょ。行くよ。
ここにいるのか。なるほど。よし。ほい。うわ、すげえリアルになってるな感染者。こいつら本当気色悪い。他の場所にもいないか確かめとこう。そしたらとっとと脱出だよ。それ私のセリフ。それも金庫がすげえ気になる。あれはあの場所で分かったのかな。あの場所でヒントがあったんだろうな。ここに落ちちゃったからね、もうね。まあ、いった。金庫は開けたかった。ちょっと待ってね。だってさ、ドア見つけた。手伝って。はいよ。あ、これは西でしょ、エリーの。これ裏側なかったもんね。日付。ズームしてもしょうがないもん。縄文の金庫の残り、相性番号、うちのワンちゃんが優秀社員賞を取った日付。わかんない、なんかあったのかな。優秀社員賞の日付、わからんわ。よし、行こう。あそこね、オッケーオッケー。ほい、あそこに戻りたい。そっとね、そっとよ。そっとそっとそっと。プレゼント欲しい？ちょうだい。ちょっと待って、あ、いっぱいあるいっぱいある。何？何でしょう。は、火炎瓶か。オッケー。ありがとう。火炎瓶ね。気をつけてよ。はいはい。あ、いるいる、向こうの、向こうの部屋に超いる声がするな。アイテムはもうない。全部取ったかな。あ、あの金庫が分かんなかった。マジか。よっしゃ、この上行こう。いるね。これはじゃあここに集めよう。こうやって掴んだの中エンディング。あ、みんな燃えてる燃えてる。あ、超燃え移ってんじゃん。何体死ぬんだろう。なるべく減って、なるべく減って。燃えてる燃えてる。あ、生きてる。わ、1体しかできなかった。マジか。これ作れないもんね、もう。うわー、一体しかできねえでんの。え、もう武器ないの？やばい、やばくない？これどうしよう。あれで本来だったら何体かやっつける感じだったのかな。大丈夫？気づかれてない？よし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 。一体はやっつけた。
あぶね、怖え。あとなんかない？近くにはもういないもんね。あ、顔が見え、目が見えるやつをやっつけないとダメだ。あいつは見えてない。1、2、3体。あれ見えてるでしょ。こいつ見えてんな。やべ、超怖い。超怖い。動けねえ。怖くて動けない。あれできるな。いやー、どうしよう。これ背後取りたいな。え？気をつけて。いて。あとは？あ、とりあえずやっつけ。危ねえ危ねえ危ねえ。ゼロ。危ねえ。とりあえず倒したな。私たち何気にすごいかも。だね。数聞いたらみんな驚くよ。よし。次の感じと言ったらいい加減休もう。頑張ったし。賛成。アイテム、アイテム、いっぱいアイテム取ろう。でも若干アイテムが少ないな今回。瓶も取っといて。ほんで、あ、そこがシャッタールートだね。そっち側行くってことだね。その前にだよ。その前にアイテムを探せるだけ探したいけど、ここ何？なんだここ。何もない。え、さて、あ、ここ蛇腹になってるから、ここ来れたんだ普通に。ほんで、ここの部屋はもうなくて、繋がってるんだもんね。あ、そういうことか。あ、じゃあ何もないね。あ、うん。何？あ、レンガでしょ？ここはそこに繋がって、ここに繋がってるから関係ない。じゃあ、ルートの場所行けばいいのか。正規ルートの場所。行ってストーリーを進む、うん、この奥はなんだこれ。ここ行けそうだな。うん、これ押したりとかして行けないの。あ、関係ないよ、あそこ。よし、行くか。あそこすげえ行けそうだったけどな、あの上。よし。開かない。開かない。それじゃあこうしよう。私を屋根の穴めがけて投げ飛ばして。はいはい。あ、ほんでさっきの場所行くのか。そういうことか。開かないってことだったんだね。よし、行こう。あ、ハサミ、危ない。アイテム落ちてるな。
よし、行くぞ。この上に多分行くと思うんだよ。ここに行くには、これを移動させると思ったんだけど、違う？あ、違うな。あれ？あそこでなんか待ってる？この上に行きたい？ねえ、ケーブルあった。ケーブル？手伝って。え？何すんの？大丈夫これ。危ない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 。登るとき気をつけてね。これエリーが登ったらあれじゃない？外れに、あ、大丈夫だった？オッケー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 。危ない危ない。ほんで、こっちだよ。そっちね。向こうサイド何もないの？向こうサイド行けない？あ、行けないんだ。もう先に降りちゃった？こっちも行けないもんね。よし、じゃあ行くしかない。あ、ずれた。よし、オッケー。かなり吹雪いてる。オッケーだ監視所けまでどど、のくらい？次の町のすぐ先。あとついてく。そう、ほんで OK だけど、あの金庫超気になる。もう一回金庫の場所行けないのかな、ぐるって回って。そんなのは不可能なの、絶対に。もう一回入ったらどうなの、これ。もうゾンビいないことになってるんでしょ、これ。あ、そっか、どっちみちあれで戻れないのか。どこまで戻れるんだろう。え、どこ、何ここ。あ、トイレだ。あ、バイトもあった。あ、開く。あ、ほんで前ここ行ったんだもんね。あ、なるほど。あ、あれだけだったんだ。あ、じゃあもう戻れないんだ。なるほど。あ、じゃあ金庫も結局ダメだ。金庫も分かんなかったな。残念。だってあのヒントだけじゃ分かんないよね。日にち書いてなかったもんな。なんか書いてたのかな。ちょっとごめんね。もう一回気になる。読む。調べる。日にち書いてないよね、日にちなんて。日付。ワンちゃんの言う。わからん。裏返しとかできないんだもんね。ズームしたらなんかヒントあんの？ないでしょ。わからない。これわからない。これだけじゃ。なんか、他にもあったんだろうな。もう関係ないもんね。ちょっと待ってね。サンタさんに言ってね、こんなの、だってこんなのやってもな。あ、でもこれ、あれ？これがヒント？
でも日にち書いてないよね。なんか繋がってそうな気もするけど。何気にこういうの繋がってんの？関係ない。いや、わからねえ。あ、ちょい待って。何これ？これなんだっけ？あ、これはカードか。ああ、関係ない。ああ、まあ、結局わからないわ。うわ、すげえ吹雪いてる。ほんでこの先に行くってことか。 OK、 じゃあ今回の動画はここまでにしよう。うん、あ、ちょっと金庫がすげえ気になるけどしょうがない。はいよ、じゃあご視聴ありがとうね。